もうつけてる通りですね、僕は半魚丼が好きなんですけど、うん、すいません、あのサンリオのイベントで僕みたいなもんが出てきて、本当にもうほんまにマジで可愛いやん。あら、おさと、あらあら、なんと半魚丼がサプライズで来てくれました。いやいや、見てください、もう可愛いでしかないじゃないですか。動き可愛い、森山さん、半魚丼が好きだとおっしゃっておりましたが、今のお気持ちいかがでしょうか。いや、最高ですね、もう笑顔が ね、こんな長髪のひげ面のおっさんから笑顔がこぼれまくるというね、可愛らしいね、半魚丼な。森山さんの表情から、マブダチなんで、親友なんでね。マブダチ、半魚丼と仲良しなようですね。リリーさんはいかがですか。それがタコやね、さゆりちゃんやぞ、お前この子。あ、そうなん。なあ、さゆりちゃん、なあ、そんなた、はいはい、ごめんね。いや、なんかね、あのいいとも最終回のあの伝説の回見たとき、ビッグスリーが、ね、集まってくれた、ダウンタウンさんとかうっちゃんなんちゃんさんとか、やっぱりオールスター感がありますね。グランドフィナーレでは、どんどん参りましょう。続いて、可愛い色しかない。第2問。ああ、ええー、入れ替わってくれた。ご機嫌用システムサイコロフタート、かわいい。半魚丼への愛をラップにしていただいたと聞いております。もうラップにしてきたんだ。いやいやいや、ラップにしてきたというか、フリースタイルしてくださいって言われて。あ、そうなの。俺仕事の仕方が R してと全く一緒やねん。いや、 R して、俺僕ラッパーじゃないんですよ。だから R してよりやテレビ出た時の R しての立ち回りしてるんで僕でももう半魚丼がちょっとワクワクしてるので、早速ですが披露していただいてもよろしいでしょうか。いや、これゴールデンマイクである必要ある。いや、それはラッパーの、ほんまのラッパーのマイク、ラッパーのやつですから。いや、でもなんかワードちょうだい。じゃあマジで、じゃあ半魚丼、半魚丼では、半魚丼のワードということで、半魚丼準備はよろしいですか。半魚丼1で広げてください。あと1個ぐらいくださいよ。キュート、何か記者さんいただけないですか。ワード、あ、ナタリーさん、何でもワード言ってください。何でもいいですよ。リンゴ、いいですね。では、半魚丼とリンゴというワードが入りました。あと1個ぐらいあってもいいけどね。では、森山さん、お前ハイヒールやん。リンゴとモモコやった。モモコ、この3つ、リンゴ、なんで俺ハイヒールさんでラップする。半魚丼、半魚丼でラップしたいの俺は。半魚丼、リンゴ、モモコの3つで。怒られるやろ、お前一期生に。同じぐらい可愛いやん。いや、なんて言ったらええねん俺な。いや、可愛い、いけるいける、はい、森山さん、ね、ご準備はよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。では準備ができたようなので、はい、音楽お願いします。お願いします。いや、やめろその手。いや俺の一番の推しは半魚丼、絶対に1位になってファン投票。よ、半魚丼はほんと可愛い、今回の選挙であげる花火。よ、このブルーまるでハイヒールのように美しい、リンゴのようなフォルム。よ、もっとまるで桃子さんのよう、ハイヒール。よ、二人の出会ったこのタイミング、半魚丼どう、俺のライミング。よ、半魚丼、鮮やかな半魚丼ブルー、ラップ振られて心がブルーなわけない。よ、その前回は8位、今年こそ1位、8位の1位から俺は1位言っていく。ちょっと止めてもらっていいですか。なんすか、なんすか、これはえぐい、どえらいことやってるわ俺。なんすか、なんすか。いや、なんすか、なんすか、まだまだいけるよ。無理やってな、まだいけるって。半魚丼、まあと20分時間。いやいや、俺が11時までやるわけないやろな。つなぐわけじゃないの。あと、あれずっと逃走中みたいやねんってな。時間ね、ドキドキするから、ね、時間表示されてたら。あと、これ何も生きてへんやないか、これは。それは格好から入らんと。半魚丼も途中困ってたから。よう、ももこうとか言ってな、気まずなとったな。いや、でも可愛いからね、半魚丼。あ、まあ思いはね、伝わったんじゃん。はい、森山さん、ありがとうございます。ちょっとだけ引いてるわ。後ずさり、後ずさり、半魚丼の後ずさり、あんま見たことないからね。後ずさりしてます。